裸オオカミウオ科は、スズキモクゲンゲアにクに所属する魚類の分類群の一つ。裸オオカミウオ属のみ一属で構成され、裸オオカミウオなど、冷たい海で暮らす、低生魚を中心に4種が記載される。裸オオカミウオ科の魚類はすべて海水魚で、北半球の寒冷な海に分布する。クリプテキャンサズマキアレイトスのみが、大西洋に生息し、残る3種は、北。 太平洋から知られている。本家は沿岸から水深数百メートルにかけての泥底域で生活する低生魚のグループで海底に複数の出口を持つトンネルを作って生活する。食性は肉食性で甲殻類などの無脊椎動物を主に捕食する。裸オ,オカミウオカの仲間は一般に細長く、前半は 筒状で後半は左右に平たく側平たした体型を持つ。体色は褐色から桃色調で最大種では全長120センチメートルに達する。口は大きく斜め上向きでほぼ垂直となっている。側線は対火的で大きく開口した表面環球に置換される。微小な円鱗を持つクリプテキャンサズジャイアンティアス以外の種類は鱗を描く。 浮き袋を持たない。背びれと尻びれの規定は長く尾ひれのすぐ近くまで伸び、尾ひれと連続する種類もある。背びれの棘状は60から80本、尻びれは0から3本の棘状と43から52本の難状で構成される。胸びれは非常に小さい。腹気を持たないが、支持骨格は存在する。エラ歯は短く15本に満たない。 椎骨は71から88個。裸オ,オカミウオ族の一種。本科魚類は、生涯の多くの時間を、海底に掘ったトンネル内で過ごすと見られている。裸オ,オカミウオカには、ネルソンの体系において一族4種が認められている。ありがとうございます。